足立越谷線と草加松原東京都道、埼玉県道49号足立越谷線は東京都足立区から埼玉県越谷市に至る都県道である。国道4号草加バイパスが1967年に開通したのに伴い、1973年12月25日に旧道が都県道に降格された路線であり、都県境である起点。 足立チクニシホ交差点から終点、コシガヤ妻栗交差点に至るまで、国道4号及び東部伊勢崎線に並行している。1983年4月1日に主要、地方道の追加指定に伴う整理により、主要地方道として、埼玉県道3号足立チコシガヤ線として認定される。1994年4月1日に、都道、 埼玉県道49号足立越谷線として認定される。通称、日光街道、旧4号線、足越線などと呼ばれ、草加市、越谷市の中心部を走る重要な道路であるほか、草加塾、越谷塾、草加松原など、日光街道の史跡を色濃く残している。草加、越谷の各市街地中心部を通るため、全線にわたり、慢性的な渋滞が、 日常化している。越谷市の越谷大沢は埼玉県東部エリアの主要住宅間である。草加市の夜行橋交差点は2013年は埼玉県内で4番目に事故の多い交差点であった。また、越谷市内でも越谷警察署が人身事故が多発しているとして速度違反取締まり重点路線に指定している。足立区西保木間交差点。 ありがとうございます。